皆さんこんにちは、こんばんは。緊急速報です。全ハードで売り上げに異常事態ということなんですが、とんでもないことになってます。ドラクエファンね、驚くんじゃないのかなと思うわけなんですが、何が起こってるのか一緒に見ていきましょう。そしてですね、ドラクエ12のお話なんですけども、タレコミが入りました。今年の夏にとある方がですね、ドラクエ12のこと語ってたということで、僕ちょっと知らなかったんですが、その動画見てきたんですけども、面白かったので皆さんと一緒にですね、見ていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、先日なんですが、アマゾンのですね、売れ筋ランキングで1位で、パッケージ売り上げで言うとですね、今年一番売れるんではないのかなって話を僕よくするじゃないですか。今回の動画なんですが、もうそのレベルではないということで、とんでもないことになってるわけなんですが、まずこちら見てください。アマゾンの売れ筋ランキングなんですが、堂々1位ですね。もう合算するとどれくらいいってるんだって話なんですけども、まずはですね、こちらなんですが、見てください。6万点突破しました。おめでとうございます。先日ね、2日くらい前ですか、5万点ということで、今年一番売れてるのがですね、過去の1ヶ月で4万だったんですよ。4万が最高だったんですけども、なんと先日5万だったんですが、ここに来て6万ということで、本当にハーフミリオンいっちゃうんじゃないのってちょっと思ってるわけなんだよね。でいつも言いますけども、これね、ダウンロード版が多い可能性が今回あるんですよ。なのでちょっと計算しづらいところもありますが、いつも言ってますけども、モンスターズ3がですね、発売日はこれ3万点で36万売れてるので、じゃあね、60万売れてんのかって話なんですけども、パッケージでね、このハーフミリオンいってる、初週売上でいってるなんてなかなか聞かないじゃないですか。今年で言うともう間違いなく一番売れてるということなんですが、本当にどれぐらいいくのかって話なんですが、今回この話で終わりません。他で見ていきましょうということなんですが、まずこちら見てください。こちらですね、マイニンテンドストアということなんですが、ダウンロードランキングなんですが、堂々の1位です。おめでとうございます。なんとですね、任天堂のダウンロードランキングで現在1位です。ダウンロードもやっぱ売れてるということでですね、ちょっとこちら見てほしいんですけども、ダウンロード版のですね、このね、幸せの旅セット、なかなかですね、いいんですよ。幸せの靴がですね、通常だとね、中盤ぐらいだと思うんですが、序盤から使えて、これ種ね、3つぐらいありますけどね、全部ね、3個3個で、これ最初に使ったらこれ、ステータスレベル5ぐらいなんじゃねえのかぐらいな、ブーストがね、なるんじゃないのかと言われているわけなんですけども、やっぱこの特典もでかいということで、このままいくとですね、今年、初週売り上げ、パッケージ売り上げなんですけども、今年一番になることは間違いないと思いますんで、ぶっちぎりで1位になると思います。そしてですね、マイニンテンドストアダウンロードでですね、任天堂スイッチで現在1位ということで、とんでもなく売れてると思うんですが、これだけじゃ終わらないんですよ。見てください。こちらですね、プレイステーションストアなんですが、ですね、国内ゲームのトップ10ということなんですが、こちらですね、1位と2位が無料ゲームです。はい、こちらですね、原神とかもそうですけども、無料無料でですね、有料が3位なので、実質ですね、有料ゲームで言うとドラゴンクエスト3がですね1位です。おめでとうございます。素晴らしい、すごいでしょうね。至る所でパッケージもそうなんですけど、任天堂なのでね、任天堂ソフトってパッケージ結構売れるって話ね、皆さん聞くと思いますけども、ダウンロード版でも売れてるし、なんだったらね、パッケージだってね、プレステ5版もパッケージ売れてるじゃん、今ベストセーラー1位でね、アマゾンなんですが、ダウンロード版もですね、有料で言うと第1位ということで、素晴らしいですよね。ただですね、これだけじゃ終わらないんですよ。Steam のですね、パソコンのですゲームですね、サイトなんですが、こちらのですね、現在11月の11日のですね、ランキングなんですが、堂々1位です。おめでとうございます。すごいです。もう至る所で売れまくってます。これびっくりしますよね。僕こうやって動画出してきたので、リメイクなので売れないよって結構言われることあったんですね。なんですけども、やっぱドラクエって、HD2D の作品がですね、オクトパストラベラー1が、結構前に出てますけども、全世界で300万も売れてて、2もですね、一応100万も売れてるとかいろいろあるので、そしてドラクエで、最近ね、2E のゲームがですね、海外でも結構売れたりするじゃないですか。で、この、Steam の売り上げが、これが海外かどうか分かんないですよ。国内の可能性ももちろんありますけども、ただね、いつも言ってますけど、これが売れてるって分かるとですね、売れてるんだ、やってみようってやっぱなるじゃないですか。ね、並んでるラーメン屋さん見たら、ここ美味しいんだなって思うと一緒で、いつもこれ言いますけど、なので、これを受けてですね、海外の方もしかしたらどんどん買ってくるかもしれないということで、最近ね、Steam の売り上げってとんでもないことになってるじゃないですか。この1位ってかなりね、
でかいんじゃないのかなと思うんですよね。ということでですね、本日なんですけども、 Amazon でまず6万点今年一番です。はい、これ以上売れることはないんでしょう、多分ね。わかんないです。ただこれがもしかしたら明日経って7万点になる可能性もあります。そしてですね、 Nintendo Store、 My Nintendo Store のダウンロードランキング1位で、プレステですね、ストアのですねダウンロードランキングも1位、そして Steam のですね売上ランキングも1位ということでですね、ただちょっと Xbox がちょっとね調べ方がわからなかったら申し訳ないんですが、すごいです。はい、至るところで第1位ということで、とんでもなく売れてるというお話でした。そしてですね、やっぱ気になるのがドラクエ12の開発順調なのかってことなんですけども、それもねもちろんわからないんですが、タレコミ入りました。今年の夏に斉藤陽介さんがこれね話してたんですって。ということでですね、ちょっと見ていきましょうか。ちょっと見たんですが面白かったのをご紹介しましょうということで、こちらなんですが、ゲームの酒場夏2024セガ UFO キャッチャーオンラインで遊ぶということで、こちらですね斉藤さんがですね12の話してるんで、ちょっと知らなかったです。これ知ってたら僕ね1本で動画撮ってたと思うんですが、ちょっと知らなかったんですけども、斉藤陽介さんドラクエ12ねめちゃめちゃ関わってるみたいなんですよ。ちょっと見ていきましょう。ちょっと 1.5 倍で聞いていきます。はい、というわけでドラゴンクエストの3と1-2が出るっていうね告知で、私は4月からこれなんかネットニュースとかでなんか斉藤陽介ドラクエの仕事をやるんだみたいなの出たんですけど、いやいや俺ドラクエ10もドラクエ11もプロデューサーだったんですよ。まだ12出てないじゃないですか。普通に別にやってるだけですから、ね。11が結構大変だった時に10から行って立て直したみたいな噂がありますね。ちょっとそれは僕ちょっとネットの記事でしか見てないんですが、そういう話もあります。斉藤さんがなんか立て直したんじゃないのかみたいな記事はあります。ちょっと1回12は俺外れますって言ってやってなかったんだけど、もういつまでも順にできないというから手伝うんですよ。まあそれもしょうがない、時間空いちゃってるんですよ。ニアオートマタの次はいつ出んねんっていうのもあるんだけど、ドラクエ頑張るんですよ。ドラクエも頑張るし、ニアも頑張る。でもちゃんとやってくれる若手がいっぱい育ってるので、あそこの、まあ、本当なんかお茶飲みながらなんかみんなから報告待つぐらい調整してないんですけど、そういうことでドラクエの、3のリメイクが11月に出ます。なのでこちらも、コンプライアンスブレイカーズの活動資金に多少回したいので、皆さん早めにやっぱ予約をいただいて、で今日がちょうどもともとのドラクエ3では入ってなかったんですけど、魔物使いという、まあ、ドラクエクエスト10とか遊んでる方には結構あのメジャーなあの職業ではあるんですけど、まあ、3の中でどういう活躍ができるかぜひ、ね、遊んでもらいたいなと思うんですけど、魔物使いが入りまして、結構かっこいいあのワイルドなあの装備なんですけど、まあ、それも入りますので、まあ、結構巷ではねあの何の職業が入るのみたいな話題になったんですけど、今日いよいよ発表になりますので、ぜひ予約してください。もう予約数がもう最終的に何本売れるかっていうのが見立てになるんですよ、結局世知辛い世の中なんでね、はい。ぜひ僕言ってますね、予約の話いつもしますが、やっぱりね予約数でそこから先の色の決まってくるんですね。なので今こんだけ売れてるということは、次に本当天空シリーズ皆さんやりたいでしょ。ただねちょっと、ね、今ねもう一回見ましょうか。とんでもないこと言ったでしょ今。普通に別にやってるだけですから、まあ、ちょっと1回12は俺外れますって言ってやってなかったんだけど、もういつまでも12できないって言うから手伝うんですよ。これお酒飲まれてるのもありますけども、いつまでもドラゲ中にできねえって言うからということで、やっぱ4月ぐらいからですね、他のイベントでですね、斉藤陽介さんね、堀さんとちょっと仕事してますねみたいなこと言っていたので、まあ間違いないのかなと。そしていつまでもできないって言ってるので、やっぱちょっとやっぱ12やっぱ開発結構ね難航してたんではないのかなというお話でした。ただですね、噂なんですけども、ドラケ11がちょっとねなかなか難しかった時にドラケ10からですね斉藤さんが行って立て直したんじゃないのかという噂もあるし、まあ今回もそういうことになってるんであればですね、来年ぐらいにはもしかしたらですね続報来る可能性はあるんではないのかなというお話でした。皆さんお疲れ様でした。ということで今回なんですが、売り上げの話させてもらったわけなんですが、僕のね動画見てる方は分かってたと思いますけども、もう6万点をねまあ行くだろうなって思ってたと思うんですよ。ただねダウンロード版でこんなに無双してると思ってなかったと思うんだよね。そしてこちら見てください、 Steam サイトなんですけども、1位ということで、最近ね Steam で1位とかですね、これトップ3ぐらい取るとかなり売り上げ伸びるんですよ。でただこれが今回海外で売れてるかどうかちょっとまだわからないので、まあ、国内のね、まあ、ゲーマーさん PC ゲーマーさんが皆さんね予約してる可能性もある、もちろんあるんですけども、海外で売れてたら嬉しいですよね。そしてね前から僕言ってるんですが、ドラクエ3HD2D はですね、スクリーンの復活の鍵になるんではないのかっていつもねタイトルに入れてね、まあ、動画にしたこともあるわけなんですが、どうですか本当にね。スクエニの作品でいうと今ねドラクエだと思うんですよね、毎回いつも言ってますけど国内は特にね。なのでこれが売れてくれると
ですねめちゃめちゃ売れてスクニさんがですね天空シリーズ HD2D リメイクを出してくれる可能性もどんどん出てくると思うので、そして789いつも言いますか、最近よく言いますけどもね、皆さんねドラクエファンの皆さんはですね天空シリーズ HD2D リメイクが遊びたいならですね各自 SNS でですね応援してくれるとですね、まあ、可能性どんどん増えてくるんではないのかなと思います。そして今回ねドラクエスレ HD2D リメイク発売までまだですねまた3日ぐらいありますけども、発売その後じわ売れしていく可能性もありますし、 Steam ねこれ伸びてくれるとですね全世界売り上げドーンっていくと思うので、今後のですねドラクエ HD2D シリーズ期待していいんではないかなというお話でした。ということで今回はこの辺で終わります。よろしくはチャンネル登録高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。